クリスタル情報局のコーナーです。はい、はい、今日はですね、情報局あらゲストさん多いですね。あ、はい、素敵な方々が、はい、スーツですか。はい違うのね、ちょっとスーツには抵抗があってとかいやでもね、ね、男子2人、はい、2人来ていただいております。はい、今日はですね、ご紹介しますよ、はい、九州の方です。うん、九州から。はい、まあそこも九州ですから、うん、まあエコひいき的に九州を応援しておりますので好きです、ね、そういうの。はい、よろしくお願いいたします。今日は北九州市役所東京事務所から担当係長の井下さんと、スターフライヤー東京販売課から山本さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、なんかちょっとかしこまった感じがスターフライヤースターフライヤーね、スターフライヤーね、なんだろう、なんだろう、これ後で、うん、はてなはてな、うん、ああ九州はね、松パパはね、よく知ってるんですよ。まずね、今日はね、有楽町交通会館、うん、ご存知ですか、ね、ここは ね、ランドマークとしてね、皆さんね、よくご存知だと思うんですけれども、そこの6階にね、北九州市東京事務所があって、そこにひまわりテラスというスペースがある。誰でも行けるの？うん、誰でも行ける。よかった、誰でも行けるって言おうかなと思って。誰でも行けるんだよね。大丈夫です。社員だけじゃなくて、みんなが行けるのね。はい、でね、今日はね、インフォメーションとしては、11月11日にスタートするキャンペーン企画についての情報なんです。うん、覚えやすいですね。1111ですからね。はい、よろしくお願いします。ね、これ昼、かたくなにスタッフレの山さんには黙ってやってます喋ると多分止まらないです。首だけ振ってるとダメです。はいとか、はいはいはい、待ってやりね、ここね、そのまずひまわり、うん、ね、ひまわりテラスですよ、うん、ね、これなんでひまわりなんでしょうね。これね、井下さん、なんでひまわり、はい、お花屋さん系、北九州市の花なんです、うん、お、ひまわり、ひまわりが北九州市の花。あ、そうなんだ、はい、北九州、九州、暖かいからか、うん、まだまだ市の花そう、市の花、市の花がひまわりなんですねそうなんです。で、この、あのひまわりテラスっていうのは僕はね、初めて聞くんですよ。あの、何をやる、普段はですね、うん、北九州に移住したいとか U ターン就職をしたいとか、そういった方のご相談を受け付けたり、あとはですね、観光情報だとか、その特産品の情報発信のために使われているスペースです。なるほど、偶然にも先ほどの前のプレゼントコーナーから、うん、九州応援ってね、はい、ね、やっぱ九州にこう旅行とかね、今九州の特産品をクリスタルでも取り上げてますので、うん、ありがとうございます。はい、すいません、あの目が欲しいとか夢になっちゃってごめんなさい、ね、そういうね、あの情報発信とかね、うん、あの北九州のね、まあ、今 U ターンとかね、 I ターンとか ね、 そういったのもあるからね。そうですね、うん、はい、そうなんです。そう思った時にどこに行っていいかわからないから、いいですよね、ぜひ専門に相談に乗ってもらえたり、うん、ね、そうそうそう、今住んでる方のお話とかね、うん、そうですね、うん、あのこちらにお住まいの北九州市の方とかですね、うん、お気軽にね、それもすごくいい場所ですよね、うん、ね、有楽町の交通会館ってね、うん、もうすぐ駅近で、それこそね、はいはい、パスポートセンターがあったりとか、ね、そうですね、もともと麹町にあったんですけど、うん、まあ、人を気軽に立ち寄っていただけるようにということで、うん、まあ、立ち寄りやすい有楽町の駅前に、いつもいらっしゃるんですか。大体います。なかなかね、こう日焼けして、ね、ひまわりみたいじゃあ、あれ、なんかあのひまわりみたいなね、ひまわりと言いますか、はい、っていただけるか、すいません、あの肉にも少しひまわりくんみたい、井下さんに会いに行ってくださいね、はい、ありがとうございます、ね、お待ちしております。九州の情報は井下さんに、ね、ラジオで有名なひまわりくんですって言ってくださいね、僕大好きです、ね、うん、で、ところで、はい、ね、もう一方、はい、隣に座ってらっしゃるのが、はい、スターフライヤー、はい、はい、の山本さんです。タレントさんですか。近いです、ね、あっ何のジャンルだろう、知らない、うん、マスとかよく知ってる、使う、マスは使う、使う、うん、なんで食べ物じゃないんですけど、食べ物じゃない、うん、乗るもの、乗るもの、あ、飲み物じゃない。すいません。それボケるのは僕の役だそうです。ゲストさんが自分のお仕事なのに。はい。飲
スタースター、うん、スターだからなんか空な感じそうです ね, ねすみません、あの後で巻き入るといけないけどねすみませんですね、はい、はい、あのね航空会社さん、飛行機スターフライヤーというそう、飛行機なんです。すごくかっこいい名前、うんうん、真っ黒の黒の飛行機、羽田空港行って黒の飛行機、すごい目立ちます。はい、目立ちますね。今までに黒いの見たことない。うん、なかったですね。うん、ね、大胆なことをしました ね, ね, ね。またね、そのスターフライヤーさんがどうして一緒にいらっしゃるのかというところです。そうだ、どうしたんだろう、うん、それはですね、うん、スターフライヤーのふるさとがですね、うん、北九州市なんですよ。本社が北九州市に。北九州空港だ、はい、あ、北九州空港です、うん、北九州空港拠点に、うん、まあ、東京であれば羽田空港に一本で飛んでこれるという。でもひまわり色にはしなかったかね、はい、その時ですねちょっとうちの創業者がひまわりのこと知らなかったと思うんですね。なるほど。僕がもうちょっと早く入社してたら黄色になったかもしれないですね。今ね、私たちのテーブル、うわ、かっこいい、かっこいいでしょ、ね、オルカみたい。あ、オルカ、うん、ね、この黒い飛行機、座席のシートも全部オールブラック。嘘、中までやっちゃった、ね、かっこいい。うん、へえ、そうなんですよね。本当だ、ね、全席川張りシート。川張り、うん、贅沢、贅沢な、あのね、贅沢な飛行機、うん、あ、わざと、わざとです。へえ、いいね。好きでしょ、キリンさん。好き。全ての座席に液晶モニターがついていて、うん、へえ、うん、飽きない飛行機。海外旅行ビジネス。あ、九州しか行かないのかと思った海外行かない海外行かない、そうそう、あんな感じですよね。海外に行く飛行機のような感じで、うん、国内で国内を楽しんで、ゆったりと一人で、ね、快適に使う旅を楽しんで。ゴージャス、ゴージャスでしょ。ね、でまたね、このね、キャビンアテンダント、アテンダントさんでね、ごめんなさいね、感じて。キャビンアテンダント、緊張しちゃうんですね、女性の、綺麗な女性の写真見ちゃって。このね、すごいこの制服がね、ちょっと、ブラック。ブラック。うん、こだわるね。こだわってますよね。ね、こだわってます。で、まあ、そのね、スターフライヤーさんと、このひまわりテラスさんとで、今日お越しいただいたのは、なんか、11月11日の、うん、ちょっとものすごい具体的なことは話してないんですけど、引っ張るねちょっと大きなキャンペーンをやろうと思っておりまして、うんうんうん、今まさに準備中の段階なんですけれども、うんうん、もうちょっとお待ちいただいてですね、10日の日に、10日の午後に、うん、スターフライヤーのホームページで発表させていただこうと。あ、まだしてなくて、これからする予定に来たのね。ちょっとじらしに来ました。いやだなもうこの嫌な感が、皆さん、あのね、いいですか、こんな人いましたでしょうか。いません。今まで来て、告知に来たのに、言えないんですっていう告知ですよ。どういうことだ。で次も出るつもりだな、はい、そうです。言いますね、じゃあね、まあ、そう、はい、じゃあね、何を告知したいかというとね、はい、11月11日からのね、スタートなんですけれども、はい、こちらがですね、11月10日、前日ですね、前日の15時以降にスターフライヤーさんのウェブサイトで発表されると。それだけを言いに来た。それだけを言いに来た。うわ、松田も今朝聞いてびっくり。秋の夜中だそうです。もう一回言いますね、もう一回最後ね、もう一回言って終わりますね。いいですか、はい、11月10日にね、15時以降にスターフライヤーさんのウェブサイトで発表になるよという今日お知らせでございます。告知ですね、はい、内容は今日は言えない。どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。今度必ずスタジオを持って来るように申し訳ございません、はい、でもね、いろいろね、やっぱりね、こう報道関係とかで終わった後ちょっと裏で言うことがあるので、はい、はい、でまたね、正確な、ね、情報はね、また来週のね、この番組でもご紹介したいと思います、ね、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。